はい、皆さんこんにちは。ただたまみの一人暮らしレシピへようこそ。今回は10分飯の第3弾ということでね、唐揚げを使ったホットサンドを作ります。唐揚げとチーズと野菜を使います。はい、よーいスタート。さあスタートしました。まずはですね、唐揚げを電子レンジで温めていきます。今回は、2つ使います。はい、こちら前回も使った唐揚げですね。電子レンジに行って温めていきます。少々お待ちください。では、パンをまずホットサンドメーカーに乗せます。そして野菜の切ったのがあるのでこれを乗せます。この野菜はですね、キャベツと人参と玉ねぎですね。はい、このね、業務スーパーで売ってるケイジャンスパイスってやつなんですけれども、これがですね、結構ね、卵料理とか鶏肉とかに合うので、まあ、おすすめですね。
はい、そんなわけでなんとか10分でできました。切るのを失敗したからね、盛り付け感がいまいちですけれどもね、それはしょうがないとしても、フォークが出てなかったのが一番痛かったかな。あと、まあ、手づかみでやればよかったんだよね。野菜を乗せるのもなんかね、細かい野菜がポロポロこぼれちゃってね、パンの外からね、パンの外にね、まあ、その辺がね、改良の余地があるんではないかと思いますが、今なんか必死にね、美味しそうに見えるようになんとかならないのっていうのをやってますけど、まあ、切るの失敗してますからね。どうでしょう。そんなわけで、また見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。